はい、どうも皆さんこんにちは、アップガレージの伊藤です。実はドライバー交代ってめちゃめちゃ忙しいのを知ってましたか？ということでスーパー GT でドライバー交代時にやっている5つのことについて解説していこうと思います。はい、ドアを開けて中のドライバーが出てきます。そして次に交代するドライバーが中に入ると、これはですねやってることがあるんですが、ドリンクの交換とチームの無線の接続と、シートベルト、これ締めてますね。車内がとてもレース中暑くなりますので、体を冷やすようなクールスーツというものを接続しています。次カチャカチャやってるんですけど、これ何をしてるのかというと、レースではですねこの窓を開けたまま走ることになるんですけど、万が一の時に体が出ないようにするためのネットを、締めてあげると。それでドアを閉め終わったらドライバーの交代が完了します。あの短時間でここまでのことをしてるんですよね。